はい、こんにちは。日本改革トークツアーです。森田真知様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。12月29日、メール党員様忘年会、ご応募ください。今、半分ぐらいの、埋まり具合であります。12月9日土曜日ですね、メール党員様にお手伝いいただきまして、また北朝鮮による拉致被害者救う会の署名を集める活動をしたいと思います。メルマガの方で、日時と場所ですね、日時っていうか12月9日土曜日、ご確認ください。よろしくお願いいたします。河野太郎がですね、弁護士使って内容証明でお前のブログを削除し謝罪しろなんて言ってきた、ことに関してですね、中共の犬一族ごと、中共の犬って河野一族ごと中共の犬ってブログで、書いたら、それ決して謝るなんて言ってきたもんですから、内容証明でね、こちらも内容証明で返事出しときました。謝罪もしないし削除もしないと、訴えるなら訴えてみろと、応訴するって書いてあります、ね、これは弁護士さんに考えてもらった文章なんですけども、応訴する、そっちが訴えてきたら応訴すると、返事出しときました河野太郎に。応訴っていうことは受けて立つってことかな、裁判、名誉毀損かなんかされるんでしょうけど、まあまあできないとは思いますけどね。だってそのためには河野一族が中共の犬ではないと証明しなくちゃいけないもんね。日本端子って会社のことを知らない人もいっぱいいるでしょ。街行くおじいちゃんおばあちゃんなんか、ほとんど知らないっしょ。この動画見てるような賢い高齢者65歳以上はごくごく一握りですから、街行くおじいちゃんおばあちゃんほとんど日本端子なんて会社のことを知らないもんね。これ裁判起こしてそれが知れ渡っちゃったらやぶ蛇だから、まあしてこないとは思うんですけれども、やれるもんならやってみろとお返事を出しておきました。24時間テレビ、募金の猫ババ事件続報、犯人は田村正弘、日本海テレビ経営戦略局長53歳。経営戦略局長だから、まあ偉い方から数えても10本の指には入りそうな人ですね。田村だって会社の金を管理する立場だった、つまり金庫番が盗んでたって、これ防ぎようがないんじゃないか。猫ババした金は飲食代やパチスロに使った、ただの飲食じゃこんなに浪費できないから、キャバクラがなんかでしょうね、多分ね。飲食、まあ食飲食、まあキャバクラかなんかじゃない。世論です。単独犯ってことで幕引き、発覚してなければそのままやり続けてったってことが、10年かけて1000万円以上盗んでもバレなかったんだから、他の人間もやってたんじゃないの。集めた金を検証する機能がないのか、募金の集計が適当だったってことか、集計前にくすねてたんでは。日本海テレビだけじゃないでしょ。現金で持ち込まれた分はちょろまかしてもわからんし、全国ではどれだけの寄付金が着服されたのか。24時間テレビに寄付しても社員の遊興費になるだけ、パチンコやキャバクラ代になるだけって言いふらしましょう。金が集まらず番組終了、日テレにダメージ与えられるもんね。これ日テレ本社でもちょろまかしてないか。あとは日本海テレビだけじゃなく他の系列局でもちょろまかしてないか。富士の27時間テレビも募金集めてんでしたっけ。どうせ富士も一緒、ついでに言いふらしましょう。富士は民放最下位で財政に余裕ないからダメージ大ですね。お次も日テレ、日テレの準キー局、読売テレビ、これ関西の方の日テレを仕切ってる、つまり日テレ西日本みたいな存在だそうであります、の音楽番組、神音夜、神音や、プロデューサー
40代男性、番組制作費を水増し請求し、1383万円を横領と。遊興費に当てていた。ああ、こっちも遊興費か。これ全額返済の意思を示しており、被害届出してないみたいで、刑事事件にはなんないみたいなんですけどね。こっちも名前出てないな。世論です。また日テレか。もはや日テレ式。他にもやってんだろ。24時間は10年で1000万。こっちは3年で1400万。関西ローカルの音楽番組か。日テレ系やりたい方だよ。似たようなことどこもやってそう。まあどこでもやってるでしょうね、こんなんね。局の金は俺の金っつってね。NHK もテレ朝も富士もどこでもこの程度はやってんでしょうね。番組からの視聴者プレゼントを着服するのは日常的にやってるそうですしね。テレビ局を社員が食い物にして局が弱るのは我々にとって喜ばしいことですね。横領されまくって金がなくてね、番組の質落ちればテレビの終焉がまた一歩近づくというものであります。ここに来て日テレ系列での発覚が相次いだのは局に余裕がなくなって取り締まり厳しくなったからかな。昔みたいに余裕があればなあなあで済んでたかもしれないですね。岸田政権、高校生扶養控除の見直し、所得税で38万円、住民税で33万円の控除水準の一律縮小を検討。控除減らすってやっぱ増税メガネやん。少子化メガネでもありますね、これね。世論です。岸田か、ステルス増税きた、支持率下げる天才か、増税メガネの日本殲滅計画、生産性のない LGBT に3兆円の予算、子育て世帯は増税と、年金破綻をごまかすため人口を減らしたいんか、それだともっとバレるんじゃないの、人口減らしたら。人口増やしていっぱい年金を納めてもらわないと破綻するんじゃないのか。これでは子供は増えない。本当に岸田になって終わった感あると。少子化対策じゃなくて少子化政策になって、笑えないんですけど、1円でも多く増税したろっていう意思を感じますね、なんか。子供の扶養控除を減らしてどうすんだって話。ハンガリーでは4人子供産んだら一生所得税免除なんだって。金持ち世帯にですね、5人10人産んでもらうように、むしろ扶養控除増やすべきなんだよな。1人300万円ぐらい扶養控除つけて、だから1000万の人だったら、子供1人扶養してたら、700万円が課税対象になるみたいな風にしないといけないんだよな。少子化対策って言うんだったら、所得1000万の世帯なら、3人産めばね、所得税がほぼ免除になるぐらいに、まあ、1人当たり300万ぐらい扶養控除つけたらいいんじゃないの。なんで1000万かっつうとですね、現在都内で育児中の世帯の6割がそれぐらいだから、年収2000万ぐらいの人には頑張って5人も6人も産んでもらうように300万ぐらいしたらどうなのかな。これが私が考える少子化対策なんですけれども、結婚してない人に結婚しろしろっていうのは気の毒なんで、余裕ある人、結婚した人、子供作る意思のある人に、1人じゃなくて2人、2人じゃなくて3人、3人じゃなくて4人って、いっぱい産んでもらう策、を私は考えてますけど、まあ、異論は認めます。岸田はこのギャグやってて腹立ちますね。都内講演会で岸田、来年はアメリカ大統領選、台湾総統選、インドや韓国で、総選挙などがあり、緊迫の一年になる。万全の体制で外交に臨みたいと。こんなこと喋ったみたいであります。世論です。来年も総理やる機会。お前はいいからやめろ。どうせ見てるだけでしょうが。庶民のお財布が緊迫の一年。衆院選はいつやんの？内閣支持率が緊迫してるんだが、もう言葉遊びいいからさっさとやめろ。緊張感を持って異次元の検討を加速させながら注視する一年ということ。何を言っても言っても庶民の勘に触るスタイルですね。嫌われる天才だな、俺とな。マイナンバーカード、新名称公募開始。河野太郎デジタル大臣、マイナンバーとマイナンバーカードの区別が難しいので、名前変えますって。違うもんだったの？知らんかった。マイナンバーカードよく見ますと、
個人情報カードって書いてあります。マイナンバーカード、個人、あ、違うわ、個人番号カードって書いてありました。個人番号。個人番号カードでいいじゃんね。マイナンバーって無理やり横文字しなくても、バカは横文字に従うんですよね。でね、煙に巻こうとするんですけど、世論です。普通に ID カードでええやん。国民識別カードでええがな。身分証明書、パヨ炙り出しカード、自分番号札、デジタル首輪、オレオレカード、国民手形、国民管理カード、在日外国人にもカードあるから、国民カードとはちょっと違うような気がしますね。この際ですね、パヨが激怒するような名前にしたいですね。不正受給防止証とか、戸籍防衛証とかね、パヨがストレス感じて、寿命が、寿命っていうか免疫が落ちてですね、風邪ひくようにですね、そういう名前にしたいな。今は個人番号カードです。マイナカードじゃなくてね。その他のニュース。今年行われた賃上げは平均 3.2% で、1999年以来の上げ幅だったが、物価上昇に負けて、実質賃金19ヶ月連続減少と。これなんとかしないと、内閣支持率落ちる一方ね、労働組合の存在しない中小企業も上がったそうで、これ労働組合いらなくない？組合費を節約すれば、そんだけでね、3000から5000のベースアップになるでしょ。労働組合はですね、集めた組合費で半原発だの、護憲だの、労働者の待遇に全然関係ない活動しかしてないよ。賃上げで無能が有能になるわけではないが、上げないと有能が辞めるっていう法則がありますね。原発施設の警備を行う専門会社、日本原子力防護システム、なんかすっごい天下りの匂いがすんな、が入るビル15階に男が侵入し、ガソリンをまいて火をつける。火はすぐに消され、男は駆けつけた警察官に逮捕された。負傷者なし。反原発テロリストの仕業でしょうね、これね。侵入され、火をつけられて、警備会社なのに、セキュリティがダメ。やっぱ天下り会社だな、ここな。岸田を出せと言いながら、防衛省警備員、一概ですか、包丁を突きつけた前林誠、45歳逮捕。何がしたかったのか不明。これどのぐらいの罪に問われるのかわかんないですね。赤旗、全国の大学生、大学祭に自衛隊が出展するのは学問の自由の侵害だ。なんでそうなんのか全然わかんないですけど、そうなるプロセスをもうちょっと詳しく説明してもらいたいですね。なんで自衛隊が出展すると学問の自由の侵害になるのか。自衛隊に文句言いたいだけでしょ、あんたら。令和山本太郎、庶民が年を越せねえよ、今すぐ消費減税やれ、国会で、総理に迫る。でもあんた1200億円以上かかってる外国人生活保護には賛成してたよね。減税しろしろって言ったって、これそういうね、無駄なやるべきでない税支出抑えるように言ってからこういうこと言ってくんねえかな。立憲岡田幹事長、消費減税は物価高対策にならない。一度って消費減税で景気が上向くと、庶民の暮らし向きが良くなっちゃったら、まあやんないでしょうけど、消費減税やったとしたら、今まで苦しかったのは5から10に倍増させた野田佳彦政権のせいってみんな思い出しちゃうもんね。立憲以外の野党はですね、全部消費減税しろって言ってるから、これは異端ですね。支持率、立憲の支持率が上向くことはもうないわね。ホストクラブ規制法案を国会提出した立憲塩村彩香の事務所にメールやファックスなどで殺害予告が止まらない。私の好きなホストを守れみたいな。熱心は犯人は熱心なホストファンみたいであります。伊達にホストに狂ってないっすね。知能的にもですね、責任能力ないかもしれない危険な存在ですね。池上彰がまたテレビでですね、不法移民の犯罪率は高くないって言ってしまってですね、不法滞在の時点で犯罪者だバーカと一般から呆れられておりました。
ボケ始まってんだったら、集大さらしてないで引退しろってね。調査の結果、東京都が可処分所得、世帯平均で全国最低になってしまいました。これは都民が貧乏ってわけじゃなくて、学生さん、貧乏学生さんが多いから、ギリギリで仕送りでやってる貧乏学生さんが多いからですね。数字は嘘をつかないが、嘘つきは数字を上手に掴んでご注意ください。視力が 1.0 以下の18歳以下の割合が過去最高に。まあ生まれた時からスマホあってですね、小学校か中学生の時に持たされますからね。学校でもですね、タブレットで授業してるし、視力落とさない表示みたいな画期的な技術革新でもない限り、今後もね、子供の視力は落ち続けていくんでしょうな。子供の本離れなんて言われてますけれども、本は買わなくても子供は活字、私ら子供の時よりもうんと見てって思いますね。スマホやらタブレットやらで、活字はうんと読んでて、情報も膨大に仕入れてって思いますよ。私らがガキンチョだった頃に比べてね。岡崎署で逮捕された43歳の男が拘置所内で暴れ続け130時間にわたり拘束服を着せられ死亡。丸5日間か。130時間も暴れるとは。気違いを相手にしなくちゃなんない警察官も大変っすね。昨日から試験販売開始のジゴピル、緊急避妊薬の転売を防ぐためだが、薬剤師の目の前で飲まないとダメなんだって。買ってすぐ店の人、薬剤師の目の前で飲む。そうでないと売ってもらえない。なので夫や彼氏が代理で買いに行くのは不可能。本人の出頭が必要なんですけど、18歳以下だといろいろ問題がありそうだな。警察沙汰にもなりかねませんな。大麻で部員が3名逮捕された日大アメフト部、大学本部がですね、廃部を決定し、83年の歴史に幕、1940年にできたんだって。戦前ですね。戦前よく、その、敵国のアメリカの、部ができたなぁ。ちょっと感謝しちゃいますけど。豊田市で夜間、丸出しの下半身をライトで照らしながら歩く。おっさんが目撃される。まだ捕まっていない。これレベルが高い変態だな。そんなね、そんなことしてまで自慢したい代物なんでしょうか。って思っちゃいますけども。というわけで、忘年会のご応募と、12月9日拉致署名、お手伝いよろしくお願いいたします。メール等員の皆様、デトックスジャパン。